皆様こんにちは。今回は Google に登録したパスワードを削除する方法をご紹介させていただきます。 Chrome ブラウザや Android を利用している場合、各サイトに入力した ID とパスワードは任意で Google に保存されるようになっています。あくまでも任意なので自動に保存されるわけではありません。また実際には Google スマートロックというサービスに保存されることとなり、ID とパスワードを Google スマートロックに保存しているウェブサイトに改めて訪問した場合に、 ID とパスワードが Google スマートロックから自動で読み込まれて入力され、すぐにログインすることができるようになります。こちらも任意なので設定からオフにすることも可能です。 Google スマートロックに登録したパスワードを削除する方法は、まず Google スマートロックサイトにアクセスし、Google アカウントでログインして保存されているパスワードの一覧ページを表示します。この上部に表示されているスマートロック for パスワードのスイッチは、新しいウェブサイトで ID とパスワードを入力した際に、その ID とパスワードを Google に登録するかどうかのスイッチとなります。その下の自動ログインは、改めてウェブサイトに訪れた際に自動で ID とパスワードを入力するかどうかのスイッチです。どちらのスイッチも通常はオンになっていますが、オフにすることでそれぞれの動きを停止させることができます。 Google スマートロックに登録されているウェブサイトとパスワードを削除する方法は、削除するウェブサイトの URL を探して右端に表示されるバツアイコンをクリックするだけです。バツアイコン右隣にある目アイコンをクリックすると、そのパスワードを一時的に確認することができます。Google スマートロックでは、あくまでも ID とパスワードの回覧と ID とパスワードが登録されているウェブサイト情報の削除を行うことができるのみです。修正や編集を行うことはできないので、パスワードを変更した場合などは Google スマートロックに改めて登録しつつ、古いパスワード情報を削除するという流れとなります。 Google スマートロックに同じサイト情報が重複して登録されてしまっている場合などは、古い情報を削除することがおすすめです。またサードパーティー製パスワード管理サービスやアプリを利用している場合は、 Google スマートロック自体をオフにすることなども行った方がいいでしょう。用途に合わせて使い分けてください。以上、 Google に登録したパスワードを削除する方法のご紹介でした。